こんにちは、ハワイトーコナです。久しぶりにここに来ました。最後に来たのはここがウィリーズホットチキンで、この横がウメケスで、ウメケスで姉さんとディナー食べて以来ですね。あそこあそこ、この辺ね、ちょっとなんかリゾート地区でいいじゃないですか。このハイヌーンのこれがね、またちょっとリゾートリゾートしていて、はい、今日はね、塩野さんに女友達とお昼ご飯デートでございます。何食べよう、全然決められない。ここにね、カフェもあります。食後のコーヒーはここがいいかも。いつも混んでるけどね。はい、久しぶりにやってきました、塩野さん。行ってきまーす。いただきます。懐かしいね、ソーシャルディスタンスを守りましょうって。これ1個だけだとどこにもないんだけど名残で撮ったのかな。はい、居酒屋塩野さん。居酒屋塩野なんだね。そうね、私勝手にラーメン塩野とか言ってるけど、北海道米だって。なんかこれ、あ、塩のグッズがあるんじゃないですか。なるほどね、塩野さんなんだ。あ、なんか塩のキャップもありますよ。なるほど、あんな感じでハワイ諸島のもあります。今日はね、ちょっとね、内緒のお話があるから、あれですよ、カウンターには行きませんよ。お店ね、こんな感じで、あっち側がラーメンバー、こっち側が寿司バーがあります。はい、テーブル席にします。お、来た来た来た、つまみですね。いいですね、これはアヒのたたき。これ上乗っかってるのガーリックかな。ね、美味しそう。これ前食べた時、セッサンがオーダーだったよね。そうだよね、私も食べるような。これいいじゃんいいじゃんいいじゃん。アンド餃子、これはね、サーモンスキンサラダだって。面白い。いただきまもーす。召し上がれ。担々麺と味噌ラーメン、締めのラーメンでございます。いただきまもーす。お腹いっぱいです。サラダとたたきと餃子とラーメン、ゲフゲフハッピーです。お疲れ様でしたね。ごちそうさまでした。塩野さんの駐車場でございます。珍しくね、今日ちょっと空いてたんですよね。混んでる時はすごい、あ、でももういっぱいだよね。ここほんと満車になりがちなんだけど、食べた食べた、しかもなんかおごってもらっちゃってっていうのが、なんかどうやら前回私がおごったらしいっていう。でもそれ2年前じゃんとかって思ってるんだけど、ちょっとね、あの仕事仲間なんだけど、めっちゃ久しぶりに一緒にご飯しました。楽しゅうございました。バカ話して仕事の話はね、あんまりしないでバカ話してます。はい、というわけで、今左手がね、ブルーパブコナブリュワリー、この右手が、ここもねパーキングできます。こちらが、ラーメン塩野さん、居酒屋塩野さん、ごちそうさまでした。隣にはカフェ、それから、ウィリーズホットチキン、それから海ですがあります。駐車場ね、間違えてね、ここ右手一本手前入ると大変です。はい、ホームレスシェルターみたいなのがございます。というわけで、以上、久しぶりの塩野さんでした。